でね、切れられたら切れられたで、でね、コーンをぶっ倒せのパーテクスを僕が切れられたらぶっ倒してきます。僕もね、全然ビビってないんで、やられたらやるし、ちょっと今日は危ない動画になるかもしれないですけど、まあ、戦ってきます。これな、これどっちか、何この線、何の配管か分かります？ドレンホース。ドレンホースじゃないです。あ、電線ですね。電線なわけないですね。電気屋ですか、ほんまに。いやー、このドレンホースか電線ぐらい証明つかへんですけどね。これ、あの、冷媒管。あー、ちゃんとそれを説明しとかないと分かんないです。いや、まあ、メモとか取ったらいいですよ。あー、それ、また覚えれてるんで。あー、覚えれてないですよ。まあ、どっちが高圧ってやつか分かります。まあ、大きく上げて右、左みたいな。あ、まあ、普通なんでね。右が高圧ですね。はめて左がってやつ。あ、いや、あの、こっち圧縮、凝縮して圧縮するんで、はい、こっちが高圧。ああ、そうなんですね。はい、そうですね。まあ、こう、これがまあ、冷媒サイクルっていうんですけど、はい。大体分かりました。ああ、はい。じゃあ、業務用エアコンの個別運転とビルマルチ、はい、同時運転と個別運転の違いって何ですか？個別用がルームエアコンで、ビル用がなんか丸ビルってやつですね。あー、違いますね。あ、違いました。違いますね。え、反対ですね。いや、あのビル個別同時はあの業務用エアコンだけの話なんで。あー、ルームエアコンちょっと分からないですね。僕は悪かったですかね。難しかったですか。ちょっと分かりにくかったですね。ちょっと下手くそっす。ちょっとあの、まあ、字とか見にくかったですし、A も下手やし、あ、まあ、ちょっと分かりにくかったです。あ、もうなんか動画使えますこれ。まあ、一応せっかく来てもらったんで使うのは使いますけど、あ、いらんとこはカットしますわ。あ、了解しました。じゃあそのさっきの凝縮とか蒸発とか言ってたんですけど、はい、それのそれは何ていう名前ですか？ぐるぐる回る。あ、マルチですね。あ、ま、マルチはまた違う。マルチツール。マルチツールじゃない。マルチツールじゃないですね。あ、はい、ちょっとすいません、あの、さっきまで覚えてたんですけど思い出せないですね。あ、業務用エアコン、え、じゃあルームエアコンに、ルームエアコン、業務用エアコンにつながってるもの何か分かります？そもそも業務用エアコンにつながっているのはドレンホースですね。ドレンホースと、はい、あとは、まあ、VP ですかね。VP はドレンですね。グレーの一体。はいはい。あとは、そんなもんちゃうんか。いや、まあ、ちょっと多分、あんま分かってないんで、ちょっと、まとめて、ちょっと書いておきますね。あとで動画で見ますか。はい。まあ、ちょっと、さらっと書いていきます。はい。普通なんかすいませんとかない？
こんな悪いことしたかなみたいな。いや、なんか僕からしたらいつものことだし、ちょっとまあ環境が違うからね、あのいろいろ難しいなと思って。え、なんか僕ちょくってるじゃん。もう全然いつも通り。じゃあもう多分止めていいですよ。おちょくってるじゃん。いや、こんなんじゃない。でももうゲスト、ゲスト、ゲスト。こんな僕もそんな感じじゃないんですよ。え、何があるんですか。じゃあ何しても動くんでよ。ちょっと今編集データ切るから。いや、根拠ない。いや、もう、なんて、なんで撮ってるの、なんで集中せん。いや、まあちょっと編集もせない。おちょく撮ってる。まあ、そうですね。でね、切れられたら切れられたで、ゼネコンをぶっ倒せのバーテックスを僕が切れられたらぶっ倒してきます。僕もね、全然ビビってないんで、やられたらやるし、ちょっと今日は危ない動画になるかもしれないですけど、まあ、戦ってきます。いや、もう、帰ろう。はい、もう最後までやってくれないと思う。いや、もう、今も使えへん。いや、あの、実はね、ちょっと話しましょう。ちょっと、あの、落ち着いて。説明ね。まあ、怒らんとか。いや、怒らせるのそっちやし。まあ、触ってもらって。なんなん実はですね、あの、バーテックスさん、どこまで怒るかなって検証してまして、おやりました。でしょうね。でしょうね。どの辺で聞きました。いや、もう多分3分の1ぐらいから。あ、怪しいなと思った。もう多分ポテチ食い始めたあたりも、いや、ええと思って。はいはい。で、僕もあの一応切れて、もっと早く切れてほしいなっていうのがあったんですけど、はい、結構我慢してくれた。いや、そうっすね。なんか正解わかんないんで。はいはいはい。ほんまに切れていいのか。あ、ほんまにもしかしたら本当にガチなんかなみたいな。そうワンチャン、ほんまに吉田さんそういう人なのかなと一瞬途中でよぎって。でしょうね。やっと分かってくれました。ほんなら今のは YouTube 的かなと思って切れてくれたわけじゃないですか。はい。これこいつのノリに乗っとかなあかんねやろな的な。いや、もうそのノリでやったでしょ。これが、まあ、実際に僕とか誰かに教えてるときに同じようなことやられたらどうですか。多分、はい、多分笑ってると思う。笑ってます。僕やったら多分キレてますけど。何でそんなやつおるって言いながら、多分笑ってるんじゃないかなと。はいはいはい。ほんまに多分怒らない。あ、今日、まあ、あのオープニング一人撮ってきたんですけど、はい、ゼネコンをぶっ倒せとか、はい、ちょっとツイッターでトゲがあることをつぶやいたり、はいはい、結構あの悪口書かれてたりするでしょ。まあまあ、ちょこちょこ言いますね。あいつらなんかみたいな、はい、悪評もあるじゃないですか、はい、そのイメージをみんな持ってると思いましたし、はいはいはい、で僕はまあ実際会ってるんで、なんかこの人この残るんかなっていうのあったんですけど、はいはいはい、ちょっと本性淡い太郎みたいなとこでやってたんですけど、なんかイメージとちゃうんですね。まあそうですね。見た目的にもチンピラーって言われるし、僕も正直初めて会う前は怖かったですし、はいはい、あ、本当ですか。ちょっと言葉間違えたな、切れられんじゃうか、切れられんかなみたいな。あ、はい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 。でも一回もそんなこともなくて。ないです ね。どなたとかに話しても怒らないですか。ほんま怒らないですね。もう、なんかよほどなんかこう嘘をつくとか、証明をするとかやったらあれですけど、はい、でももう切れるとかはないんですよ、当分、はい、まあ、よく言われますけどね、実際あったら全然違いますねとか、はいはい、あんまり意味ないじゃないですか、切れることって。確かにね。なんかその後に別に続くこと何もないんで、あ、やったらもう嫌いなやつとはもうなんか、はい、もうしれっともすぐ変える。あ、相手にしないというか、そう、もうさっと変える、はいはい、もう腹立つなって思ったらさっと変える。現場でも変える。あ、これマジで腹立つなと思ったら、はい、消える前に避けるというか。そうですね。あ、いや、まあでも今日は良かったです。僕 の、 あの友達とかも、僕は沼崎さんいい人やって言ってんのに、はい、なんか嫌いやみたいな、はい、あいつらこうチンピだよみたいな、あ、はいはい、の訂正したかったのもあって、はいはいはい、まあ、この動画を見て分かってくれたと思うんで。あ、周りおっしゃってる方います？まあ、あのちょっといてるんですよ。はいはいはい。僕は違うよって言うんですけど、その人らは、まあ、沼崎さんと会ってないから、はいはい、ネット上でだけ見て、はい、あいつらは悪いやとか、はいはいはい、そういうこと言ってたんで、いや、チャーメンでって言って、まあ、今日試したかったんで良かったです。じゃあ逆にイメージアップ。そうですね。はいはい、ちょっとピッとイメージアップしてくれたんです。ありがとうございます。まあ、ちょっとエアコンの話もちゃんとやってもらったのに、はい、僕が言わんことして皆さんに伝わるかわからないですけど、正直めちゃくちゃやりにくくて。そうやりにくくて、ね。
多分説明ぐちゃぐちゃやったと思うんですけど。ってことで今日はバーテックスの沼崎さんに来てもらいました。腰道具とか、はい、エアコンのハウツー動画とか、はい、あとはボクシングは今ボクシングはいけてないですね。まあたまにボクシングしたりちょっとバラエティー系もやったりするんですよね。そうですね。でまあこれからいろんな人とコラボもしたりとか、はい、今以上に面白くしていってくれるみたいな感じでやってくれてますんで、僕のあの概要欄の方にバーテックスさんのリンク貼ってますんで、ぜひ見てください。よろしくお願いします。で、もう一つあの僕の腰道具のちょっと撮影も今からするんで、こちらのリンクも貼っておきますので、ぜひ見てください。ありがとうございました。ありがとうございました。